ウートアランド製のフィッシュグリップは、うん、作ろうと思ってたらシメノが出してきたからうち作んない、ね、うちが作ったらシメノが売れなくなっちゃうじゃん、うん、いやそんなことはない <laughs>、ねはい、これ以上エリアトラマエンターを批判するのはそういうことを書くことをずっとやめてください ね。はい。えー、邪魔ですよ。はい。トーナメントは糸を切って。ね、それは違います。投げる場合に合わせてセッティングしてからです。えー、減点の対象になるのでルールをご存知ないんだいやいや。僕らは次ビジョンという番組の映像を何度も見ております。あの、テレビに出てる映像じゃございませんよ。よく切ってました。はい。編集前のやつです。 そんなんだからわざと帰って切るからこうやってやるんだからこうやってやるんだからうまくやるんだよ <laughs>。ねえはい、えー、大きいのかかっちゃうとねで、ね、後で管理すり場さんにあんなんで言うのがね40とか50度とか入れんだよみたいな感じで食ってかかる人もいるん、ね、じゃあみいい人もいっぱいいるんだよ。 いい人もいっぱいいるんだけどだからそれは普通の人もそうでしょ、えー、そうじゃない人もいるのよ困ったちゃんでねはい、えー、迷惑な人とアンチは何しに来てるのか分かんない目指したいんですよ、まあ、目指したいっていうのとねもう一つネタ見たいんですよねはいね超ハイプレッシャーなところでどうやってバスをつるの,その、ね、プレッシャーのかかってないところに行きます僕だからイタコからわざわざ池原山まで行ったの その昔はね今から30年30年とか40年前ね40年前の池原ダムって投げるとバスがいっぱいついてきたのよだからこうすげえ面白くて行ったの7 0 0ロも離れてたね今は高速道路がヒュッて行ったから距離的にも短くなって昔はこう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 行かなくちゃいけなかったから大変だったの12時間とかかかったの今は 車が速いい。から、もう少し高速道路が全部つながってもう尾鷲っていうところまで行けるようになったから昔はねもう名古屋で降りてそこから下道を下走ったのよ、ね、そんな時代だったんだからだからもう半分までは高速半分は全部違うっていうね下道っていう大変なあれだったそれでもそこまで行けばいっぱい釣れるっていうんで行ったのトラウトね北海道に行けば釣れるで北海道まで行くのよ 東北通り越してですぐ近くじゃん1時間半で行けちゃうんだから北海道って。ね、えー、羽田空港まで1時間で行ってそっから1時間半で向こうに着いてそっからレンタカーを借りればすぐなの。 ね、北海道ってもうそこから中に、あのー、飛行場があるあ切り抜き動画見た皆さんこちらの方がですね村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、えー、そこからこう切り抜かれたやつでございますオンラインサロンの方ではですね本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね時間にお答えして村田はじめちょっと楽しみたいなという方は、ね、ぜひご入会をよろしく。